チョソンファは大韓民国のプロバレーボール選手。大韓民国代表で V リーグの広告生命ピンクスパイダーズに所属。不山広域市出身。バレーボール選手であった実母の影響で小学4年児よりバレーボールを始める。はじめはウィングスパイカーであったが高身長でなかったために高校1年児にセッターにコンバートされた。満足にトスを上げられず。 目の前が真っ暗になったと実会する。2011年のドラフト一順4番目に広告生命ピンクスパイダーズに指名され入団した。同チームにはナショナルチーム代表セッターのキムサニが在籍していたが、ソンファはサニが移籍するまでサニをお手本として技量向上を図ればよいと考え練習に励んだ。2013-14シーズンにサニが アゼルバイジャンスーパーリーグのロコモティフバクーに移籍すると、正セッターに抜擢された。自分は天才型のセッターではないので、常に練習しないとと語ったが、2014-15シーズンの V リーグでは、イヒョヒやサニラを抑えて、ベストセッター部門1位に踊り出た。夢は、対局マークをつけることと語っていたが、2015年8月に開催された。 ワールドカップ開幕戦の対アメリカ合衆国戦で3大大会デビューを果たした。大韓民国代表2015年韓国 V リーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通りありがとうございます。